の動画はメンテナンスです。主に2号機 GT200R37F の車載工具の見直しをしております。車載工具を減らしたいということで、あの工具袋はですね、以前にもう新調して積載性と機能性が少し改善されてます。ただメガネ、スパナー、ドライバー、車載工具がちょっと多いんですよね。種類が多くてかさばっちゃうんですよ。なのでこの車載工具を見直して、もう少しスリムにしたいんですよね。そうするとスペース空きますよね。で、その他に、猿ヶ島でちょっとしたトラブルに見舞われまして、ジェネレーターカバーの、ボルト、これプラスなんですけれども、プラスドライバーなんですが、これを六角ボルトタイプに交換したいなと。ただ、こういうことをするのに、すべて、お手頃価格でないと私手が出せませんので、そのお手頃価格で、挑戦しております。それでは本編どうぞ。今日は車載工具のお話です。先日ですね、工具袋の交換のお話したんですけども、これテールバックにもうすでに、リアアクスルシャフトのレンチが入ってますね。例えばこれですね。私はこれノブスターと超ナットで、はい、このライセンスブラケットごとすぐに取り外せるようにしてるんですけども、ナンバープレートを外そうと思ったら表と裏から遠ミリが必要になるわけですね。例えばスパナとスパナとかスパナとメガネとか、こうやってこれ2本の工具が必要になるんですけども、これを1本でも減らしたいと、というわけでいろいろ考えるところがありました。で、これはアマゾンで買ったんですね。で、こっちはですね、ダイソーで買ったんです。これ1290円だったかな？こっちは550円で。今回、新たに導入した工具類をですね、ちょっとご紹介しますね。順々に。まず、ダイソーさんのラチェットドライバーです。これは主に1号機 DT200WR に積みます。で、価格は550万両です。続きまして、はい、2号機ですね。DT200R37F に積む方の工具。これね、ダイソーさんのやつ知らなかったんですよね。だから買っちゃったんだよな。失敗したなと思いました。ダイソーさんの知ってればね、ここの700円ぐらいを節約できたんですけども。1299万両です。はい。でですね、ダイソーさんちょっと戻りますけれども、ダイソーさんのと、このアマゾンで買ったこちらなんですけれども、ちょっと違ってまして、このアマゾンの方は、両方使えるんですよ。このラチェットハンドルのヘッド部分ですね。これ見ると、メスで受けるタイプのものと、それからオスのものとがありますね。これオスの部分はこのボックスが入るんですよ。で、メスの部分に、このヘッドが入るんですね。ビットが入るんですよ。ですが、ダイソーさんの方は、この、両方が、両方ともビットに入れられるようになっているので、ここにですね、ちょっと500円で隠れちゃってますけれども、変換ツールがついてるんですよ。こういう構造になってるんですね。で、これらをうまく組み合わせるために何が必要だったかというとですね、これです。Amazon の方も、まあ、同じようにしてですね、ビットにボックスを入れるための、ソケットですね。アダプターを購入しました。これがですね、166万両です。それからですね、延長。これちょっともう一回見てみると、Amazon の方は、これ、ハンドルのすぐ左横に延長がありますよね。ですが、はい。ダイソーさんの方ないんですよ。ですので、延長って絶対いるだろうなと思いましたので、延長も買いました。はい。で、この値段が599万両。というわけで、600円。170円、770円、1300円、2070円、550円、2620円ぐらいですかね。はい。これくらいですね。新たに導入したもののお金。いや、もうちょっと節約できましたね。この、ダイソーさんの知ってればな。これ2つでよかったなと思いました。以上です。このドライバーですとか、このレンチですとか、こういったものを、できる限り少なくしたいと。まあ、これこんなに太くないものを車載で持ってたんですけど、細いもの。
これが1本でもなくなれば軽くなるしスペースも空くわけなんですよね。ですのでこういうものに今変えようとしてます。でラチェットヘッドはこういう感じになってます。ちょっとケースに入れましたが、ここにこう刺すとドライバーになる。でこっちを外して、でこちらに入れると、ね、まあいわゆるこうソケットになる、こういうものです。例えばこういう場所だったらこれでも問題ないわけですよね。普通に多分作業できると思うんですけども、ちょっと奥まったところに入っている、例えばこんなところ、キャブ外したいなみたいな、これじゃ入んないわけですよね。となるとここはどうしても延長が必要になる、まあ、ここドライバーの方が便利ですもんね。はい、ですのでこういうところにはこのエクステンションバーが必要になるんですよね。こうやって、ね、でここに当てて、そうすると緩むと、はい、テンションかけることもできると。ですので、こういったエクステンションバーとビットがあれば、いろんなところの作業ができるっていうわけなんですよね。で、さらになんですけども、今一生懸命ネジ漁ったんですけども、ダメですね。ちょうどいいサイズの六角頭のビスってないんですね。長さが。ちょうどいいの。ね、ここの、はい、プラスのですね、このこういったプラスドライバーのボルトが使われてたんですけども、よく見たら全部ありましたね。そしてこの工具でですね、買ってきたこやつで、ちょっと待ってね、緩みますね。そしてめる、全部全ての箇所を緩めて締められることが分かりましたので、ここも全部六角に変えておきました。はい、六角頭のねボルトに、これでいざっていう時にこうでかい頭のドライバー、これねあんまりこう車載工具として持ってない、このドライバー持ってないんで、ちっちゃい頭のドライバーで無理に締めたり緩めたりして舐めるっていう事故を防げそうですね。はい、うん、こいつがちゃんと活躍できることが分かったのでよかったです。ちょっとお直ししてみます。というわけで今持ってる工具ってこんな感じなんですよね。はい、これの、ね、ラチェットハンドルとこいつら、あとはねどうしてもやっぱり、遠ミリの相棒を持ってないとどうしても緩まない。例えば、レバーを交換するとかね、時に12のメガネ、
フロントフォークのボルトとかね、フロントフォークの14もありますよね、なんか他に。であと14のこのスパナは、これはあのミラーを固定するのにいるんですよ。あと17も使うんですよ、ヤマハなんで。うん、で、プラグレンチ19か21か21ですけどね、 DT の場合は。ん ?19 だったっけ ?21 だと思うな。あとはこれは、共回りを防ぐための、アクセルシャフトのレンチ。これ、さっとそれ六角ですね。六角の、こいつのこのビットにないサイズ。ここまでは減らせたんですよ。だから相当ちっちゃくなってはいるんですけどね。工具袋の中にこう。入れられると、あ、そっかそっか。それからあとこれがありましたね、ものすごい力が入るラジペン、ベンチの代わり。これは絶対にいるんですよね。どうしても絶対にいる。なんかこう挟んで曲げるとかっていうようなことが絶対に起こりるので。あとはニッパー。ニッパーはね、あのホビー用のです。なんでかというと、ほとんど切らないから。でも、やっぱり切るものがあるときはニッパーがないと切れないんで、これを、この工具袋ですね、このお弁当袋の中に入れていくと。じゃあちょっと入れていってみましょう。こんな感じです。これでかなり心強いセットになってます。これですね、シリンジ。どうしても必要な。オイルを、私あの混合仕様ですから、オイルですね。で、新品買いました。全然動かなくなるんですよ、これ。古いと、このゴムがへたってきて。ガソリンじゃないな、オイルが混じっちゃいますからね。なので、時々買わないといけないです。100円から200円ぐらいですね。はい。これ新品だとすげえよく動くんですよ。で、これをここに入れると。見えないかな、こうやったら見えるかな。あ、少し見えるようになったかな。なんていうんでしょうね。筋入れてあるんですよね。なぜかというと、これあのオイルでこの塗料が消えちゃうんですよ。ですから、はっきり分かっているうちに、ここが10だよとか、はい、ここが50だよとか、全部こうやって、切り欠きみたいなの入れておくんですよ。そうするとこれ分かるんですよね。うん。よし。しまいましょうか。はい、これで機能性を損なわずにですね。で、積載も、まあ、ぴったりで無理がない積載ができるようになりました。これで出かけてみて、あの工具をいろいろ使ってみましょう。というわけで、ツーリングに行く時の車載工具に関する、ご紹介でした。以上です。まとめます。良さそうですね。工具点数はもうかなり減らすことに成功しました。スリムになりましたね。ケースカバーボルトも六角に変更しましたので、いわゆるドライバープラスマイナスのサイズの合わないドライバーでボルトを舐めるっていうようなことも、減ってくると思います、はい。で、空いたスペースにはですね、他にスペアパーツだとか、はい、ボルトナットだとか、そういうものを、まあ、入れられるようになりましたね。で、これらの工具なんですけどね、まあ、そのお手頃価格ですので、いざとなったらですね、行ってまえって言って力をかけて壊れたとしても、まあ買い直すことも我慢できる価格かなと
ということで、ちょっとあの思い切った整備作業が出先でできるかもしれませんね。さて、暖かくなってきました。準備はもういいので、そろそろ遠征に出かけたいですね。ありがとうございました。